はいみなさんこんにちは、森口でございます。本日も日本株速報よろしくお願いいたします。今日は9月29日水曜日お題はこちら。 総裁選だけじゃない株価イベントということで話をしていきたいと思います。大注目はやっぱり総裁選です。そして岸田さんに決まりました。なんですけども、それ以外の株価イベントも絡めて株価は動いていますので、その辺確認していただければというふうに思っております。今日の内容ですが、個別銘柄に関しては、東京エレクトロン、キーエンス、エアトリ、岸田銘柄、外食関連、この辺をちょっとチェックしていきたいというふうに思います。今後の市の売買戦略で指数のチャート分析もやっていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、このチャンネルではこういった形で終わったばかりの日本株の分析を夕方5時までに 投稿していくチャンネルになっております皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルですのでぜひ明日も聞いていただけるという方はチャンネル登録よろしくお願いいたしますでは早速日本株の終わりね確認していきましょうはいこちらでございます日経平均株価ですがマイナスの2.12%トピックスが2.09%マザーズが0.61% 3指数揃っての下落ということになりました日経平均やトピックスに関しましては2%を超えている下げですので非常に大きな下げということになりましたがマザーズもねすごく大きな下げだったんですけどもだいぶ取り戻したなと いう感じがありますで日経平均の日中の動きを見ていただくとですねこのような形ですねで、ね、ぐーっと5番に関しては上げてましたね切り返している感じでしたもしかしたらですけどもこれ日経平均ですがトピックスが前場で2%以上下げてたのでこの後確認していきますが日銀買いが入っていた可能性というのもあるかもしれませんねえそして総裁選がそろそろ出てくるぞというところでまたぐーっと上がっていきこの辺で総裁選がえ第1回目の発表がありました河野太郎さんが逃げ切るか過半数取れるか全然取れ ませんでした岸田さんの方が1票差で上回り決選投票へということで岸田さんだと株価には一番ネガティブじゃないかと言われていましたそこから株価はぐっと下がっていきますこの辺はきつかったですねちょっと安値更新して僕もちょっと心配だなというふうに思ったんですけどもそこからはぐっと切り返していますよねなんで、えー、まあこれは決選投票前ですけども切り返して終わったということになっておりますはいで日中の気温度を見ていくとですね東京エレクトロの下げすごいですね、えー、この後ちょっととチャートトを見ていいいきたいと思いますしアドバンテストも同じ ぐらいいそれ以上に下げていますよねあとは、ここに入ってませんけど、キーエンスの下げなんかもね、結構すごいことになってますので、この辺はちょっとチェックしていきたいというふうに思っております。一方で、内需関連結構強かったんですよね、えー、東海旅客鉄道、まあ、JR ですよね、とか、あと川崎汽船が切り返したりとかね、あとは、アナ、空運が上がってたりとか、えー、業種別では空運だけが上がっていたように思っています。 では、先物の,の値をちょっと見ておきましょうか。はい。え、現在の CFD の先物なんですが、終値ベースで見て92円のプラスになってますね。日中の動き見ると、日中というか、終わってからの動き見るとこんな感じ。で、実際には3時ちょっと過ぎにもう総裁が決まってました。岸田さんになりましたよっていう発表になってから、プラス家にぐーっと行ってますから、まあやっぱり未決定だったものが決定したっていうだけでは、まあ一般、一回はプラスに触れていますが、またちょっと下げているので、実際には足 明日まで、ね、どういうふうに動くのかそしてこれを受けた海外市場も、ね、どうやって動くのかは見ておいた方がいいのかなという,ふうには思いますのでこの辺はぜひ注目をしておいてくださいではバイバイ見ていきましょう はい、えー。今日の売買代金ですけども、今日もですね、海運がトップ2を占めてますね。商船三井が4位と、その間にソフトバンクグループ、まあ実質ワン、ツー、スリーみたいな、そんな感じでございます。えー、川崎汽船がね、やっぱり、まあ、配当落ち分がないからなんでしょうかね。切り返していると。昨日大きく下げた分の切り返し、でも足りないんですけどね、えー、になっておりますで。あとはやっぱマイナスがとにかく目立ちますが、ここにキーエンス4.58%、東京エレクトロン5.27%。まあ、この辺、寝傘なのにもかかわらず、ここまで下げるというのは、おそらくですけども、海外 投投資資家家のの影影響、基幹投資家の影響この辺は大きいんだろうなという形であるとか今日は下げトップが実は銀行なんですよねやっぱこの辺も不気味ですよねアメリカでも金融株が下げていた金利が上がっていたのにも金融株が下げていたの流れがそのまま引き継がれたような形になっていますし任天堂や村田キーエンスこれは日経平均に採用が決まってる銘柄なんですよねで明日採用される買われるはずの銘柄なんですけども非常に株価は難聴なんでこの後チャートを見ていただき たいなというふうに思っております。マザーズどうでしょうか。はい、マザーズはですね、やっぱり直近 IPO に売買代金が持ってかれているっていう感じがね伝わるかなというふうには思います。はい、ここでエネチェンジが入ってますね。これ高野太郎さんの関連銘柄なんて言われてましたが、一時ストップ高してたもののちょっと剥がれちゃいましたねっていう感じです。一方で。 岸田銘柄といえば IT ブックホールディングス。えー、この後チャートちょっと見ていきたいなというふうに思うんですけども、これは11.5%高してるということになってますので、ちょっと見ていきましょう。はい。で、えー、今日と見ておきましょうか。 はい。これは14時36分時点ですけども、N チェンジがトップですかねになっています。で、こっち見ていただくと、ケアネットとか、ブシロードとか、データホライゾンとか、J ストリームとか、いろいろ出てますけども、今日ね、分割実施がすごく多かったんですよね。トヨタなんかも僕、分割実施していましたけども、まあ、これでなんかおかしくなっちゃうというのは、これは早くどうにかしてほしいですね。になってます。で、気にとかメルカリがまた下げているというところであるとか、ベースの下げなんか結構大きいですね。えー、なんでこの辺は注意してみておきましょう。では、個別銘から見ていきたいと思います。 はい、えー、まずは東京エレクトロンですね、5.27%の下落ということで、まあ、一番ね、値傘の半導体銘柄、そして時価総額も一番大きい、やっぱり影響力大きい、この銘柄がですよ、窓を開けてこのような形で25日円を割れている状態でございますよ、まあ、ちょっとやっぱ心配ですよね、えー、になっています、ただし、まあ、この辺で1回買いが入ってもおかしくないかな、あとは5万円ぐらいは、もうずーっとこの辺の上値ですから、ここで止まんなければどこまで行っちゃうのかなっていう感じのチャートになっています。で先ほども言ったようにこれだけのね 傘株がこんなに売られるっていうのはおそらくですが個人投資家の投げっていうよりは機関投資家や海外投資家っていうのが絡んでいる可能性が高いんではないかなといいう,うには思いますよね、はいえー、そしてキーエンスですねキーエンスに関しましても6万円台、えー、そして未経験の採用が決まっている銘柄にもかかわらず9月の14日からガク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 と7万6000円から6万4180円まで下げてきているということですね。この動きはもう よく分かんないですよね。やっぱり、でもこれも海外投資家とか、機関投資家が売っているとしか思えないえ、そういう動きなんではないかなというふうに思いますし、やっぱりまあ中国なんかのリスクをね非常に大きくまあ織り込んでいるような銘柄になるのかもしれませんよね。でここにちょっとたまたま村田がいますので、村田も見ていただくとですね、村田も今日、やっぱり25日を割れているんですよね。これも日経平均に採用が決まっている銘柄で、明日、銘柄入れ替えが起こり、ね、一定の買い需要が入るはずなんですけども、それでも下がるっていうのが、 やっぱりそれ以上の売り材料があるっていうことなのかもしれないですねここはやっぱり心配だなという風うには思いますが、まあ、明日以降のね相場の影響度も含めて確認をしていただければと思いますはい続いて今日はエアトリをちょっと紹介したいと思いますがエアトリは旅行関連の銘柄ですねになってます上昇率が非常に高かったというところで今日はね高値を更新していますでチャート的にもこのような形でしっかりとした陽線が立っているということですからこれはね非常に強いなとでまあやっぱりここはですね内需関連が非常に 強い新総裁が立ち上がり、まあ、新たにいろんな財政とかも動き始めそして緊急事態宣言が明け、えー、それこそ本当に経済が動き始めるっていう象徴でこういう銘柄であるとか空運関連であるとかあこの後見ていきますが外食関連であるとかっていうのは非常に好調に動いていたで逆にちょっと値幅が出すぎて怖いなって思うぐらいですよねこれだけ日経均が下げている中でもこういう銘柄はしっかり上がっているということですから過、うんまあ、熱感はないのかな心配かなということもありえるかもしれません今 乗るのはちょっっととと心配でですけどもやっぱり好調であるいいうところをご認識くださいで同じような銘柄結構いっぱいありますのでぜひいろいろ調べてみると面白いと思います。はい、えー、そして、岸田銘柄から IT ブックホールティングスですね。えー、今日を取り上げてみたいと思います。えー、これがですねしっかりとした要線を立て11.5%、そしてこれ500円どころをね超えるか超えないかっていうところ一気に超えてきたというところですから、ボリンジャーバンドなんか見てみてもねいい感じになっているかなと思いきや、西、まあ、グマ超えたぐらいですかね。もともととここの かけてボリンジャバドかなり広がってましたから、まあ、それに対して広い状態で西グマを越えたら、まあ、でも強,い強いなというふうに思いますで今後も注目をしてもいいのかなと思うんですけども、まあ、500円から530円この辺の半ばぐらいまで下がってきたところがね、まあ、狙い目かなとは思いますが明日以降どうなるのかちょっと見ておきたいと思いますであとは5分足なんかを見ていただくと分かりやすくなるかなと思うんですが今日の流れ、まあ、総裁選が決まりそうという流れでも引けにかけてはちょっとだれてるんですよね ここがなんか不気味だなというふうに思いますが、えー、注目してみても面白いと思いますはい、えー、そして外食関連からは串カツ田中ちょっと見てみましょうかこんな感じでね高値取ってきてるんですよね強いですねやっぱりまあコロナの影響って本当に大きかったんだなというふうに思いますけどもまあそれも知ってたよなというふうに思いながらもうんーなかなかこういう感じでね一気に上がってくるうー外食の波乗りたかったーなーという感じでございます他のね銘柄もやっぱりこうぐーッと 高値取ってきてますからね。やっぱり外食関連非常に強いなと思います。これ以外にも、例えば串勝田中以外に、例えば鳥貴族なんかもね、結構いいチャートしてたと思いますから、ぜひ外食関連もね、えー、一つの物色対象として、ぜひ今一個候補に入れてみてもいいと思いますので、ぜひ注目をしてみてください。では、指数見ていきましょう。はい。えー、まずは日経平均株価ですね。日経平均株価今日25日を割り込むかどうかを一番注目はしていたんですが、まあ、25日が結局サポートをするような形で終わったのかな。下髭の の長い陰線にはなってますねですがまあ、こういった形で終わったのはいいことだと思っていますで、ここから見るとでもやっぱり安値高値で高値を超えずに安値を割れてきたということですからもちろんこの短期的な動きは下降トレンドであるという形でマック D に関しましてもやはりさらに このね、広い方向というか、下がる方の方向に動いたという形になるので、今後も25日線がサポートするかどうかが注目のポイントにはなるのかなと思います。ただ、やはり岸田さんが決まったというところで、明日以降の動きにね、どのような動きが出てくるか。そして、まあ、それだけじゃなく、中国、アメリカの動きもありますし、明日は日経平均の定期入れ替えであるとか、まあ今日は、あの、最後にはね、 あの、配当の再投資の会っていうのも入ってますから、まあそれが済んだ後、 とといいううこななのでどうなるのでどるか注目してみてみくださいで定期入れ替えに関しましては基本的には売り材料の方が大きいですで今回に関しましてはキーエンス、村田、ニンテンドーを組み込むための、まあ、買いの現金が必要になるので一定の売りが出るというふうには言われていますので、まあ、明日以降の動きにはやっぱり注目をしていくべきかなというふうに思います、はい、そしてトピックスですねでトピックスに関しましては、はい、注目なのがまず日銀買いが入ったか入ってないかがちょっと早めに知りたいなと思っています ここが出たらぜひ確認しておいてください、今日の夜には多分出てると思いますから、入ったか入ってないか、これで入ってなかったらね、いつ入るんだって話になりますけども、確かに今日はね、あの配当金、配当落ち分が含まれるんで、それが考慮されて入らなかったみたいな言い訳がつくのか、もしくは入って、やっぱり2%を超えるとつくのか。 こういったところに注目をしてみてください。その上でのチャート分析なんですけども、こちらも25、日線が支えているような状況下にはあるわけですね。えー、なんで、明日以降が25、日線をキープできるかどうかというところが注目ポイントになってくるかと思います。続いてマザーズ。はい。えー、マザーズはですね、今日は一旦は下ヒゲつけて、 線でかつ、まあ、これ高値引けに近いのかな高値引けにかなり近いような状態で終えているということですから、まあ、一旦の流れがストップするような感じにはなってほしいなとは思いますただ5日線25日線のデッドクロスであるとかこのチャンネルの上限これが今下にいますから今度はレジスタンスとしてまた下げていくっていう流れの方が可能性としては今高い状況下にありますそこを打破するためには超えて超えてであとはこの高値をちゃんと超えるここは確認でき いれればままだね、えー、マザズにたた買いを入で、あとはやっぱり中国、アメリカ、この動きがありますので、えー、この辺もしっかりと注目、もう本当に忙しいですね、月末ってね。はい、そんな感じで見ておきましょう。はい、では今日もお知らせをいたさせてください。個別メーカーの男と分析するマガジン配信中でございます。今週分はスピーについて分析をしております。スピーに関しましてはね、えー、このような形で以前も出しましたが、目標株価も非常に高く40%ルールも高い。で、チャート的にも今面白い 位置にいいるととうことで注目をししてておりまます今日は下げてましたけども、まあ、分析ししてていくと結構面白いそしてポテンシャルのある銘柄だと思います、まあ、た IPO してまだ期間が短いんで株価のボラティリティは何とも言えませんけども非常に注目の会社だと思いましたので月額戦初月無料になってます。これ金曜日までに配信していきますのでぜひこちらもご注目ください。ぜひ一度覗いてみていただければと思います。あとは Twitter や v o i c y なんかもやってます。Twitter 今日はねいっぱいつぶやきました。まあ、総裁選があったんでってこともあります。でそして v o i c y は毎朝5時に音声番組配信していますのでこちらも ぜひねよかったら一度聞いてみてください。どちらかというと、こちらは心理面の話とかが多いかもしれませんが、えー、広く聞こえるのかなというふうに思いますので、合わせてフォローお願いします。そして、このボイチーじゃなくて YouTube の方はですね、毎日営業日、えーと、夕方5時までに日本株の分析を配信していきます。今日の内容の中でも何か参考になればグッドボタンの方、また明日も聞いていただけるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。